誠くん。ことのは。またこんなところに来て。まあ、ここはほら。前に西園寺さんがアルバイトしてたっていうお店ですよね。ああ、あれから世界がいなくなってもう半年経つけど。そうですね。俺、琴の葉とこうなったことは後悔してないよ。はい。琴の葉の両親にはすごい怒られたけどな。でもようやく許してくれそうです。そう、許してくれなきゃずっと誠くんの家に住んで初孫に会わせてあげないって言いました。そりゃお父さんうろたえるよな。それで元気ならいいって言ってくれました。そっか。私も誠くんの赤ちゃんができたこと全然後悔してません。ありがとう。誠くんのこと誰よりも何よりも愛してますから。俺もだよ。誠くんがいない人生なんて考えられないです。俺も誠くんのお嫁さんになります。ああ、きっといい奥さんになります。期待してる。学校卒業と同時に結婚式ですよ。約束する。信じてます。ああ、風出てきましたね。そうだな、ちょっと肌寒いか。大丈夫です。誠くんの赤ちゃんに寒い思いさせたりしません。ああ、先に家に戻ってろよ。体冷やさないようにな。私部屋に戻ってますね。誠くん。何？今日久しぶりにしましょうか。え？今日は体調いいんです。それに。それに？なんだかしたい気分かなって。本当？誠くんすごく嬉しそうな顔してます。あ、最近ずっとしてなかったから。まあ妊娠したらしない人の方が多いっていうしな。私はしたい人ですよ。わかってるよ、俺もだから。じゃあシャワー浴びて待ってます。ああ、もうちょっと海を見てそれから行くよ。はい。世界どこに行ったんだろうな。俺のせいかな。やっぱりそうだよな。でも元気でいてくれればいいけど。うちに戻るか。世界死んで。私をこんなにして、なのに自分だけ桂さんと幸せそうに。そうか。世界よかった、無事で。ずっと心配してた。お腹の
くれるんだね。産むしかないじゃない。ありがとう。ありがとう。俺の赤ちゃんを。いや、心配してたんだぜ俺。世界ずっと俺、世界のこと、いやいや、世界のこと、すげえ血世界のやつ加減ってものをしっ帰らなくちゃ。世界無事でよかった。俺のこと恨んで、なのに赤ちゃんは産んでくれるって。世界らしいよな。あいつ子供の名前考えてるのかな。俺なら刺しすぎだったの。あんなでかい刃物で。琴の葉が待ってるのに。部屋で待ってるのに。俺世界と何やってんだかな。子供は後悔するよ。やきもち焼いて知りませんって膨らつらして、世界のことになるとムキになるから。
けど、大好きだったな。悲しみの向こうへとたどり着く。